知人島1816年増流知人島は、知人信仰に基づいて、知人公あるいは、社日港によって増流された石灯であり、社日島とも言う。東日本では、神奈川県に、西日本では、岡山県と香川県に多く分布する。その他の県と北海道にも存在するが、知人公、社日公が広く分布しているのに対して、知人島の分布は、限定的である。 知人や剣道知人などと刻まれた文字塔と知人像、または地天像の刻まれた国像塔がある。元禄年間に増流が始まり、文化分政期に広まって、明治時代までは多く増流されたが、大正以降は少なくなった。五角中や六角中に、ハニアス姫命,命、丘の御霊の命、オ,オナムチの命、アマテラス大臣、スクナビコナの命の御神名を刻む塔があり、 五神明知人等、五角中知人比、五角中イコール五信号型などと呼ばれる。温明堂系統の毒神や神奈川県に見られる天社神や高度ド神と刻まれた塔も知人等に含められる。佐賀県には角中や自然石に中央、中央社、中央村などと刻んだ中央塔が分布している。俗に中央様、中央さんなどと呼ばれ。 地人等の一種とされる。大地の神としての地人に対する素朴な信仰は太古からあり、時代を経て道教や仏教の影響により変質したと考えられている。西日本で地の神や地主様、中部地方から関東にかけて地神と呼ばれる神は、それ的な性格と土地神的な性格を持っており、屋敷神として宅地内に祀られる。 関東の知人口で祀る知人は、作神の性格を持ち、春と秋の社日に祀られた。社日とは、春分、秋分に最も近い土の絵の日であり、春は五穀豊穣を祈願し、秋は収穫に感謝する。作神が春の社日に来て、秋の社日に帰るという伝承もある。古代中国に由来する観念が日本に伝わり、濃厚神と集合し、 さらに知人信仰と集合した。仏教において知人とは知点のことであり、十二点の一つとして梵天に対比される。剣道知人と同一視され、その造用は森花木を傍止する二秘像である。例外的に四秘像もある。徳島藩では五神明知人等を祀る信仰が藩の主導で広まった。徳島城下にある富田八万宮の士官。 宗雲小宝が1789年に藩主、八塚治武将に進言したのが始まりとされ、各村裏では五角柱の知人党を包採し、正屋が祭主となって、春秋の二回五国奉上を祈願した。党の造流と祭には、大江正史室の春秋社日、儀に従って行われたと考えられている。中央党を祀る佐賀の中央村信仰は、 天台宗の元清し法流の妄想によって広められた。知人だらに王事業に移居し、大地の中央にある皇人が四季の土用を司るという思想に基づくとされている。中央とは本来は屋敷神として北東隅、または北西宮に祀られたものであり、知人祭りの営まれる場所を示す標石であったと考えられている。角柱や自然石に知人、 知人塔、剣道知人などと刻むほか、知人尊、知人祭、知人者、知人宮と刻まれた塔がある。音明堂系統のものとして、徳神、神奈川県に見られるものとして、天社神や、高度神と刻まれた塔がある。横浜市域では、知人塔170基のうち種名分が、知人塔のものが68基で最も多く、剣道知人は37基、 剣道知人党は17期となっている。その他に知人供養党、剣道知儀、人史上知人などがある。東京都の多摩地方では、神奈川県に隣接する町出しに集中して分布し、北多摩と西多までは、ほとんど見られない。また、知人党、剣道知人などの文字党のみで、国造党はなく、毒紙と刻むものも数期ある。記念名のあるものでは1八百七年が、 最も古く、天保、嘉栄年間のものが多い。北海道では、知人と刻む、自然石や五角中の五神明知人等が開拓者によって増流されている。国造等の増流数は極めて少なく、分布も限定的である。神奈川県では、知人等706機のうち27機が国造等である。その他の県では、群馬県、兵庫県、大分県、 佐賀県に一基ずつあるに過ぎない。群馬県立林市の森寺には1694年造流の国造塔があり、矛と鉢を持つ武装天武系である。神奈川県の国造塔では1740年のものが最も古く、1847年が最も新しい。造用は剣道知人の武神像が18基で多く、女神像が4基ある。新漢風の像。 如来像、静止菩薩像があるほか、南足柄市には、独身像が一軒ある。藤沢市西又屋に、かつて存在した神殺、新札寺は剣道知人のおかげを発行しており、新札寺の御影と同様式の国像像が、藤沢市内に六機、横浜市や鎌倉市、厚木市のものを含めて、合計十二機あることから、新札寺の影響が指摘されている。天舎神。 高度ド人及び五神明知人等は、文字等のみであり、国造等は確認されていない。五神明知人等造流の 3D モデル五角中や六角中に、ハニヤス姫命,命、丘の御霊の命、オーナームチの命、アマテラス大臣、少なびこなの命のも神名を刻む。徳島県と江戸時代には、徳島藩に属していた淡路島のほか、香川県の東山地方と岡山県にも多い。 徳島県の神社において、大山住命、九九の生命、水羽目の命の三神明を刻む三上塔が後、神明知神島に隣接して増留される事例が、徳島市で6件、北島町で1件確認されており、山の神、木神、水神を合わせて祀ることによって、知神島の農業後神を補強する意図があったと推測されている。旧中川町には、 八角中に五神明と水神、山の神、木神を刻む八角中イコール八信号型の塔が2基、あり、三神塔の並立との関連が示唆される。岡山県では、自然石に知神などと刻まれた文字塔が中北部に分布し、五神明知神塔は南部に分布する。ただし分布域は重なり、明確に線引きできるわけではない。 岡山県で最古の五神明知人島は1787年名であり、その島が存在する旧鴨川町には自然石の知人島が多い。関東地方では神奈川県、埼玉県、千葉県などに散在する。地域的な方よりが少なく共通の基準に従って増留されていることから、各地域とも春秋赦日、儀を直接参考にしたと考えられている。 北海道網走市には、部かの御玉の命の代わりに、という京見和を刻む者、テラス大臣の代わりに、第一主名を刻む者が存在する。これらを含め、北海道の知人闘争流には、徳島県の影響が指摘されている。神名の変異は、各地で見られ、ラス大臣が、甘寺大神、ラス大神宮、ラス高大臣、ラス高大神。 材度後祖心と刻まれたり、かの御玉の命などの命が神になる例がある。地方自治体の文化財として指定や登録等をされたものもある。ウィキメディアコモンズには地人等に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。